はい、えー、皆さんこんばんはこんばんは、えー、今日はねちょっとゆっくりとお話をしようかなと思いますはいあのこのポッドキャストを始めたばかりの頃、うん、2021年かなうん、うん、今から2年半ぐらい前ですけど始めた時は、まあ、これぐらいの速さで話してたかなと思いますうんうん かなりりゆっくりねそうだね。うん、で最近は、まあ、結構早く、まあ、いつも通りぐらいにね僕らが家でしゃべるぐらいの早さになってきてるし、まあ、難しいと思うんですよ。うんうん、だけどそ,のそれについてねこの間どうかなっていうようなねあの動画を作ったんじゃないですか。うんはい、もっと簡単なのがあったらいいかなって。でそしたら 簡単なのも欲しいけどだんだん難しくなるのは結構いいんじゃないかと言われまして。ていうのが簡単なのだけだったらそのあるレベルまで来たらもういらなくなっちゃうじゃない。だ、うん、からそのいろんなレベルがあっていいんじゃないかというお話だったんですね。うん、なのであの本当に初心者の方は このポッドキャストの最初の方を聞いてもらって第一回からねでこうだんだんこう難しくこう上がっていくといいんじゃないかなと思いますうんうんはい最初の頃ねうんうんそしてまあ僕らがたまにこういうゆっくり喋る会をやってもいいかなと思うんですけどうん、うん、いいと思いますあの前はね 僕が一人でゆっっくり喋ってたんでですよ、うん、でもゆっくり一人で喋るのは割と簡単ですが、うん、こう二人で会話をするのをゆっくりするのは結構難しいんだよね確かにねうんこうどのぐらいのテンポで話していくのかっていうのは <laughs> ちょっと二人いるとね 取りにくいそう、喋ってない方が結構なんか待ってる感じになるしね、うん、そ,うそれもあってね、まあ、なかなか難しいんだけど、まあ、今日はちょっとゆっくりめに喋ってみようかなと思いますはい、はいえー、今日はですねもう何度も何度もお話ししてますけど、えー、7月に食べるものそれはうなぎですね、うんはい、今日はうなぎを食べました うん、えっと土曜っていう日があるよっていうことは昔のねエピソードでもあるのであのどこかのね7月の <laughs> エピソードで探してみてほしいんですけど土曜の牛の日というあの日がありましてで今年は7月30日になるんですけどちょっと早くね今日うなぎを食べました。はい、うん 今日は7月の15日ですけどねそうだね、はい、うなぎを食べました、えー、やっぱりこの時期になると町の例えばご飯を食べられるお店とかにこう「うなぎうなぎあります」とか「うなぎ始まったよ」とかあのそういうのが結構出ますよね、うんうん、でまあ僕らもそれを見て「あ,あうなぎ」と思って、まあ、食べたいなって思ったりしますうん、うん 結構最近ではコンビニとかのお弁当でもうなぎとか出ますよね。あるね。うん。あとはスーパーでもこの時期になるとうなぎのかば焼きが売られて、まあ自分の家でね作って食べるようにっていうこともありますね。うん。うんえー、今日はですね、実は僕らの街は、えー、このコロナの間3年間できなかったお祭りがあったと。 うん、いうことでそのお祭りに合わせてまあ僕らの家族で、えー、そのうなぎの料理を、えー、お店からこう持ってきてもらって、うん、お取り寄せして食べましたはい、うん、久しぶりにうなぎを食べましたねうん、うん、いや美味しいですね美味しかったです、うん、こうやっぱりよく言われるのはそのうなぎを食べてまあこの夏にね こう夏バテとかしないようにね元気を出してとか元気をつけて乗り切りましょうみたいなねそういう感じがありますよねうん、うん、まあそれの一番こう代表みたいな料理がまあうな重とかまあうなぎだと思うんですけど皆さんの国とかでこのまあ夏だけではないと思うけれども特にこの暑い夏まあ頑張って乗り切りましょうみたいな時に食べる 伝統的なそういう料理とかっていうのはあるのかなああるのかなありそうだけどねうん、うん、なんかこの時にはこれを食べて元気つけてみたいなまあうなぎっていうのはちょっと面白いなとは思いますけどねそうだねなんか例えば焼肉とかさのイメージじゃないですかうんうん, <laughs> なんか もうちょっと元気つけて頑張りましょうって時は肉を食べてみたいなイメージがありますけど日本はまあうなぎなんですよね独特な、ねうん、食べ物かもしれないですねそうですねもし皆さんの国や地域で、えー、この暑い夏を乗り切るために食べるよっていうのがあれば教えてほしいですねそうですね、うん、あとそれまあ日本だと土用の牛の日っていう日に食べますけどあの なんとかの日に食べますよっていうのがもしあれば教えていただけたら嬉しいですはい、はい、あのゆっくりこう話すとねうんこうその内容が短くなるじゃないですかうん喋れる言葉の量が少なくなるじゃないですかうん難しいねそうだね、うん、こういうあのシンプルなね簡単なお話で、うん できればいいなって思いますね。はい。うん、ということで今日はちょっとねゆっくりめにお話をする回で、えー、うなぎを食べましたという話をしました。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。したではでは。